昔は小刀ラッパとして使われていたラッパを今は純剣ラッパとして使用しているっていう感じですね。まあ多分寝るのにラッパ鳴らせたよということで変わったんじゃないでしょうか。はい、ではまあ最後にですね、君が代を吹きたいと思います。はい、まあ朝8時と、夕方日没の時に吹くラッパですね。皆さんが思ってる君が代とだいぶ違うと思いますので、はい、ぜひ聴いてみてください。素晴らしい、すごいね。やっぱ君が代って言われるやつですね。はい、ですまあこれが君が代ですね。だいぶ皆さんの思ってる君が代とは違うと思います。はい、です。まあこれにて、まあ、ラッパ戦争を終わらせていただこうと思います。はい、本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ね、終わった。